ツーストライクを取られた。あ、そうですそうです。このね、デビューしたての頃は張本さんしゃる。ハンセンの中締め。通称が最高という牧原弘美投手は、今シーズンは自己最多は間違い。一本でね、巨人のピッチャーが怯えましたから。そして牧原弘美のクローザー。そしてオレステスデストラーデ120、もう長打しようと思っても無理なんだからね。そして迎えるバッターは売り出し中の高橋さん。佐藤氏の方が大きかったですもんね。あ、そうですか、ランナー走った。高橋なったままヒットが出なければ当然変えられるでしょうからと。選手間違いなしですからね。1勝1敗でシーを決する3戦目ですからね、はい、なあ、バッティング身につければね、もっともっと打率は上がるんですね。スライダー空振り。